牛、豚、鶏といった代表的な食肉肉が大量に並ぶ。メキシコのスーパーマーケット本項目では、食肉のうち食用にする肉について述べる。主に鳥類を含む動物の肉、畜産動物、または野生動物を食肉加工したものについて解説する。工事園の食肉の項目では、説明の一番目に魚鳥獣などの肉を食うこととあり、説明の二番目に、 食用とする鳥獣の肉を挙げており、本記事は後者についてである。日本で食肉という場合、鳥類、または獣の肉を刺していることが多い。鳥獣と同じ動物である魚類はしばしば除いて、それは魚と別枠で捉える習慣がある。魚の食用となる部分をあえて刺すときは、魚の身と呼ぶほか、魚肉と表現されることもある。英語では、食用の肉は、 A, ミートと呼んでいる。英語では、魚のそれを、フィッシュミート、フィッシュフレッシュなどと呼んで指すこともある。昆虫食の対象となるイナゴ、ハチなども通常は、肉と呼ばれないが、日本食品標準成分表においては、肉類に分類される。土地区直後の筋肉は、死後硬直のため硬い食感となり、そのまま食用に供することはできない。このため一定の熟成を経て、 会方させてから食用とする。このように熟成による開口プロセスを経たものについて、生体内の筋肉と区別する意味で特に食肉と呼ぶ場合がある。食肉に付随する組織を食肉と呼ぶかについて、通常は骨格筋中の血管及び神経組織や骨格筋に付随する皮下脂肪組織及び筋間脂肪組織も競技の食肉に含むものとして取り扱われる。 生肉の段階で骨がついている場合もあるが、このような場合の定義づきについては完全としない。肉として流通する部位、また骨格筋と皮以外の産物を畜産副生物と呼ぶが、このうち食用のものを過食臓器類と呼ぶ。いわゆる臓を持つ、略称で持つと伝統的に呼ばれてきたものである。実際には、頭肉や黄角膜のように骨格筋でありながら、 これまでの小観光で内臓の一部とされてきたことから、臓物、副生物に分類されているものもある。このような部位は、科学的には食肉に分類されるが、小取引上は、過食副生物として流通する。一般に家畜化された、哺乳類を肉畜と呼ぶ、牛、豚、羊、ヤギ、馬、トナカイ、水牛、ヤク、犬、ラクダ、ロバ、ラバ、ウサギなどが用いられる。 その肉の詳細は、それぞれの生地、山用肉、馬肉、トナカイ、水牛、薬、菌肉を参照。主に消費されるのは、豚肉と牛肉で、それ以外では、羊肉の消費が、牛肉の数分の一程度あるくらいで、微々たるものである。食用に供する課金を食鳥と呼ぶ。一般的に鶏、アヒル、ナナメントリ、ホロホロ鳥、ガチョウ、ウズラ、 瓦場となどを指す。だが、その他の課金であっても、食用に供する場合は、食長と定義される。食蝶肉の中では、鶏肉の消費が飛び抜けて多く、牛や豚とともに、世界で最も消費される食肉の一つである。それ以外の食蝶肉では、ン面リの消費量が、米国でクリスマスの時期に極端に伸びるのを除き、鶏肉に比べればビビたるものである。 ジビエ、シシ肉、シカ肉、および、クマ肉も、山椒肉畜に分類されない動物でも、イノブタ、ダチョウ、大型小型コガタを問わないネズミ類など、食肉を得ることを目的として肥膚される場合がある。野生動物の食肉としては、イノシシやシカ、クマ、ウサギなどがあり、狩猟されて食される。フランスなどヨーロッパでは、ジビエと呼んで愛好してきた伝統があり、高級な肉と、 評価されており、レストランなどでも盛んに提供されるので、ハンターたちもその需要に応えようと活躍し、それなりの量が供給されている。日本でも需要が伸び生産量、消費量は右肩上がりに伸びてきている。オーストラリアでは年間300万頭分以上のカンガルー肉が商業的な狩量で生産されている。地域によっては食用コウモリもいる。また、 課金でない蝶類も狩猟により捕獲して食用に供する場合がある。野生の様々な蝶類が世界ではハンターによってかられ供給されている。フランスでは野生の蝶類の肉もジビエと呼び愛好する。マガモ、アヒル、ヤマウズラ、キジ、ライチョウなどである。日本では江戸時代はカモの肉、カモ肉が食べられ、カモ肉に一定の評価があり、カモ鍋が 高級店で提供されたり、カモばが老舗そば店などで提供されている。海洋哺乳類クジラ、イルカ、トド、アザラシなど海洋哺乳類の過食部位。魚介類に分類され、食肉には分類されない場合もある。芸肉も、山椒、爬虫類ワニやヘビ、カメなどの肉は、野生のほか飼育されて食用にされることもある。両生類カエルも養殖され、太ももなどの肉が、 食用に供されることがある。食用外ルも、山椒魚介類、魚介類や、甲殻類など水生生物の食用となる身は、食肉とは呼ばれないことが多い。詳細は、魚介類及び魚肉を、参照本校では、食肉の主な成分と、それらが栄養や味及び香り、さらに健康機能などに及ぼす影響を述べる。生食をすれば、その鳥獣の種類や、 飼育環境、鮮度によっては寄生虫や食中毒の危険性がある。食肉の主な成分は水であり、他にタンパク質、脂質、無機質、ビタミンなどで構成されるタンパク質食肉のタンパク質は、主に筋繊維を構成するタンパク質、筋症に溶解しているタンパク質、および結合組織を構成するタンパク質に分けられる。 脂質食肉中の脂質の多くは中性脂質であるが、それらのほとんどは、筋間脂肪組織及び、筋肉内脂肪組織に分布する。霜降りの存在により、脂肪の含有量はバリエーションが大きく、牛肉のロースでは40%を超えるもの、豚肉のロースでも近年は10%を超えるようなものも出てきている。また、臨脂質も含まれるが、これらは、 細胞膜などの膜に極在している。無機質食肉中の無機質で特に重視されているのは鉄である。実際にはヘム鉄の形態でミオグロビン及びヘモグロビンとして存在している。ビタミン特に豚肉においてビタミン B1 が多く含まれることがよく知られている。アミノ酸スコアも酸性加減や魚は含まない。 牛豚羊うまやげの肉である赤肉については、摂取量が多いと、血腸直腸癌、心臓疾患、糖尿病のリスクの高まりから、鳥魚豆よりも健康を保つのに、最適な食事ではないとされる。肉に含まれる、ヘム鉄は、発がん性物質の N にとろそ化合物の生成を、促す。霜降りの多い食肉は、脂肪の顔料が多すぎることから、 健康状態によっては極端に脂肪の多い食肉を摂取しないよう指導する場合もある。動物性脂肪の摂取のしすぎは生活習慣病との関連から問題視されている。豚肉は日本人に欠乏しがちなビタミン B1 の優れた急減である。味や香り、見た目といった食肉の感能特性は含まれる成分によりもたらされるものである。 味食肉の定味成分としては、酸味を呈する乳酸をはじめとする有機酸、旨味を呈するアミノ酸や核酸及びペプチド、塩味を呈する無機塩類、甘味を呈する還元糖などがある。実際には、旨味や酸味が重要だと考えられている。脂肪の美味しさも想定されているが、それが味であるのか香りであるのかについては、半然としない。香り食肉を特徴づける。 肉らしい香りは複数の成分によってもたらされるもので、いわゆる核となる成分は存在しないと考えられている。肉の種類などによっても成分は異なり、一概に説明できないのが現状である。肉の悪い匂いについては、オスに由来する、いわゆる清臭や、糞便に由来するインドオール系の周期、および保存によって生じる。 酸化臭などが知られており、それぞれ成分の同定が進められている。食感食肉の食感は主に構成するタンパク質。食肉を特徴づける赤い色はミオグロビンによるものである。ミオグロビンはその誘導体の種類により定する色が変化するが、好まれる鮮やかな赤色はミオグロビンが酸素と結合したオキシミオグロビンによるものである。 オキシミオグロビンはさらに酸化されるとメトミオグロビンになるが、このメトミオグロビンは消費者に好まれない褐色を呈する。食肉を放置すると色が悪くなるのはこのためである。畜種による肝能特性の違い動物種により味や香り、食感が異なると思われているが、実際に異なるのは香りと食感であり、味は動物間による違いがないことが明らかにされている。 食肉を機能性食品として取り扱う例はあまり多くないが、前述の鉄の吸収が良い点などを機能性として紹介する例がある。21世紀初頭では、主に畜産によって生育させられた動物は、土地区場へ送られ、土殺され解体され、食肉が製造される。そして必要に応じて熟成を施したり、ハムなど加工肉の原料となる。 ジビエの料理を提供するレストランのシェフのもとに直接に届けられることも多かったが、ジビエ類の解体、熟成を専門に行う業者もいる。肥育とは食肉を得ることを目的として家畜を使用管理することである。誕生直後から肥育を行うことはあまりなく、一般的に肥育に適する月齢まで育成したものを肥育に供する。肥育期においては、 肉が十分つくだけでなく、肉質が十分高まるような管理が行われる。牛肉 1kg を得るためには、その10倍の穀物が必要とされている。もともと父牛であったものがその用途に適さなくなり、食肉として出荷する廃用牛であっても、そのまま出荷せずに一定期間の飼育を行ってから、食用とされることがある。肉質は遺伝的因子や飼料成分、および、 使用環境などにより変動する。熟成は死後硬直したままの肉では食用に強せないため行われる製造工程である。硬直中の肉はさらに低温で保存すると再び柔らかくなり風味が増す。これは筋肉細胞に残存するタンパク質分解酵素プロテアーゼにより筋原繊維が小変化するためであると考えられているが、その他にも 筋肉中の CA にイオンが関与しているとする説もある。熟成は基本的に枝肉の段階で行われる。熟成に要する期間は畜種ごとに異なる。二摂氏ごとで貯蔵した場合、牛は7から10日、豚は3から5日、鳥は半日ほどで飼い方される。牛などの場合は飼い方のみならず、熟成によって生じる独特な好期を十分に発生させるため、 十分解型した後も、さらに長期に熟成させることもある。北アメリカのスーパーマーケットに並ぶ、生肉オーストラリアのスーパーマーケットに並ぶ、カンガルーの肉食肉の流通形態は、大きくと、体、枝肉、部分肉、生肉に分けられる。また、加工品として流通する場合もある。イ体と蓄、と取りした動物の体を、トカラダと呼ぶ。 内臓などを除く前、除いた後のいずれとも、トカラダと呼ぶ。枝肉肉畜において、トカラダから内臓や原皮など、畜産複製物に相当する部位を除去したものを、枝肉と呼び、多くの場合枝肉は、焼酎線で左右に切断される。日本では、枝肉の段階で、格付けや競りが行われる。牛の枝肉では、腎臓及び、周囲脂肪をつけたままにしておくかどうか、 国ごとに観光が異なり、日本では腎臓と周囲脂肪をつけたままにしておくのが一般的である。部分肉枝肉をさらに部位ごとに設置する、牛や豚などの畜種ごとに部分肉の取引規格が存在し、その規格に基づいて調整される。部分肉の規格はカットの位置や故障が国ごとに異なり、国ごとの歴史的な小観光に基づき規格化されている。 生肉部分肉を小売りなどに適するよう、スライスや角切り、細切れ、ひき肉などに調整したものを生肉と呼ぶ。加工品食肉をハムソーセージなどに加工したり、生肉を惣菜などに加工した状態で流通及び小売りされることも多い。食肉の輸送は、生体のままで輸送する場合、枝肉や部分肉の状態で、チルドで輸送する場合、あるいは凍結で輸送する場合がある。 部分肉は真空包装で輸送されることも多い。生態で輸送される場合は、基本的には農家から市場までの輸送である。食肉は客観的な規格により、格付けを受け、その結果により価格が形成される。格付け規格はいくつかの国で制定されているが、そのうちアメリカ合衆国、オーストラリア、日本のものについて述べる。米国においては、農務省による 格付け制度が確立されており、牛肉については8段階で肉質が格付けされる。豚肉については、日本と異なり脂肪交雑の基準も確立されている。公衆においては、ミートスタンダード、オーストラリアと呼ばれる規格により、格付けが行われる。日本や米国と異なり、枝肉ではなく、部分肉の段階で格付けされるのが特徴である。日本では、 牛肉及び豚肉について、日本食肉格付け企画により、格付けが行われる。牛肉の格付け牛肉の格付けは、脂質器の良さに関する、ぶどまり等級を A から C で、肉質の良さに関する、肉質等級を1から5で、それぞれ判定することで行う。ぶどまり等級は、ロースの大きさや皮下脂肪の厚さなどから、肉質等級は、 枝肉を第6胸椎第7胸椎管で切開した切開面の外観などからそれぞれ判定される。肉質等級においては脂肪交雑、肉色、脂肪色、肉のキメ及び縮まりなどにより判定が行われている。この格付け方法であると品質が高いが脂肪の少ない赤新肉の格が低いとみなされてしまう問題点がある。 豚肉の格付け豚肉の格付けは枝肉の段階で行うが牛肉と違い切開などは行わない。枝肉重量や枝肉の外観、皮下脂肪の厚さなどから極上当該のご等級に格付けされる。加工肉と呼ばれ食肉はその保存性や市場価値を高めるため加工されることがある。主要な加工品はハムソーセージである。 保存性や感能特性を高める加工法として、塩漬け、加熱、燻煙、発酵、乾燥などが用いられる。塩漬け塩漬けには、主にアショウ酸塩が用いられる。アショウ酸は、食肉の色素と反応して美しい加工肉の色を生じさせるとともに、ボツリヌス菌の増殖を抑制させ、保存性を向上させる。加熱ソーセージ製造などの際は、 ボイルによる加熱処理を行い、保存性や食感を向上させ、訓煙ソーセージやハム、ベーコン、燻製肉などのように、訓煙を行うことで表面に雑菌をつきにくくなる。それとともに、水分活性を低下させて保存性を高め、さらに独特の好器を付与して、風味を向上させる効果もある。発酵種として、乳酸発酵を行うことで、乳酸酸性として、 雑菌の繁殖を抑制するとともに独特の発酵後期を付与して風味を向上させる。種として発酵ソーセージにおいて行われる。乾燥水分を減らすことで保存性を高める。ジャーキーや菜干しなどの干し肉が揚げられる。乾燥熟成肉も参照食肉は基本的に加熱調理を試食用に強される。加熱調理は加熱によって 細菌を死滅させることで衛生を確保するとともに食感を改善し風味や香気を付与する。また加熱の他にも食感や風味、後期の付与を目的とした調理操作がある。本記事ではこれら調理操作のうち特に食肉に特有な内容について述べる。総論については調理に記述する。食肉の加熱調理の意義は以下の通りである。 衛生面の確保部分肉を生肉に加工すると、加工機材との接触や表面積の増大による空気との接触の増加から、細菌で汚染される可能性がある。よって、加熱によりこれら細菌を死滅させることで衛生を確保する。こうした細菌以外にも、豚や鳥など一部の畜種については、食中毒をもたらすウイルスや寄生虫の感染源となりうるため、 加熱することが特に推奨される場合がある。詳細は豚肉生殖の危険性及び鶏肉に、それぞれ記述する。食感の改善性の食肉は噛み切りにくく、部位によっては極めて食べにくい食感を示すが、加熱することにより、タンパク質。加熱の程度と食感の関係は部位によって異なり、加熱しすぎるとかえって硬く食べにくくなる部位や、長時間加熱することでようやく食べやすくなる部位も、 存在する。味の付予加熱により、新たな定味もしくは、味を収縮する成分が生じることが知られている。その本体は、加熱により生じるペプチドで、肉様の味を増したり、酸味を抑制したりすることが、明らかにされている。後期の付予加熱により、肉独特の香りが生じる。これは、肉の成分のみから生じる場合と、調味料などの副材料と反応して生じる場合が、 ある。例えば霜降り和牛の加熱後期は前者に属することが明らかにされている。なお直火などで肉の表面をかすかに焦がすと、香ばしい香り、燻製のような香りが生じる。加熱調理の程度の選択欧米では、衛生的に加工、流通した牛肉に限れば、各人の好みで、ウェルダン、ミディアム、ミディアムレア、レアと加熱のレベルを変える。レアでも、 最近汚染の可能性が高い表面だけは火を通すが常識である。なお欧米でも最近汚染の可能性がある牛肉に関しては各人の好みがどうであれウェルダンにするのが常識である。食肉自体にも低味成分は含まれているが多くの場合味や香りの付与を目的として調味することが多い。また一部の調味料は食感の改善をもたらす場合がある。 加熱しない場合は、他の方法で細菌を殺す必要があるので、酢をたっぷり含んだ調味液でマリネして食べられる場合もある。極地のイヌイヌットなど、濃厚をせず新鮮な植物性食品から必須ビタミンを摂取できなかった地域、民族では、必須ビタミンを取るためにアザラシなどの狩りをした際に、殺した直後のアザラシの腹をその場でさばき、 新鮮でまだ細菌が繁殖していないうちにその場で食べる食文化も存在する。生食食肉の種類によっては寄生虫や病原菌の存在から生食が衛生上不可能であるものも存在する。豚肉の生食は寄生虫は頻発し、しかも生命に関わることがあり得る。必ず全体にしっかりと火が通るまで加熱すべきである。また、流通していないジビエ肉では、 きちんと加熱しなければ、E 型肝炎ウイルス、腸管出血性大腸菌、または寄生虫による食中毒のリスクがある。さらに使用したトングなどの道具の消毒にも気をつける、要厚生労働省は注意を促している。牛肉の場合は、新鮮なものを衛生的に取り扱うことができた場合で、細菌検査をしっかり行い、 肉の表面側をしっかり取り除いた残りの一部の部位は生殖が可能ではある。ただし焼肉店などで検査を行っていますなどと謳っていても検査をしっかり行っていない不誠実な店も多々ある。日本赤十字社は鹿などの生肉喫食によって E 型肝炎に感染した人からの輸血事故が起きないよう豚、イノシシ、鹿の肉や内臓生または 生焼けで食した方については、食してから6ヶ月間は、献血をしないこととした。カテゴリー、肉料理も、山椒食肉を主食に近い形で扱っている。国々では、食肉科学は一つの分野を形成している。専門的な国際学術雑誌もいくつか発行されており、また、毎年国際食肉科学技術会議が開催されている。日本では小規模ながら、 日本食肉研究会と呼ばれる学術団体が存在している。主要先進国における2010年から2012年にかけての食肉消費量と2022年の予想食肉消費量。青が牛肉、ピンクが豚肉、オレンジが食腸の肉、紫が羊及びヤギの肉である。ほとんどの先進国において食肉消費量は多いが伸びは 少ない新興国における食肉消費量図。グラフ表示が上手に順ずる。新興国における食肉消費が急拡大していることが読み取れる。世界で生産される食肉は牛肉、豚肉、鶏肉の3種類が飛び抜けて多く。この3種で食肉生産の大部分を占めている。この3種の動物の飼育数と3種の食肉生産量との間にはかなりの差があり。 豚がこの差が最も少ないが、これは牛は牛乳、鳥は鶏卵という重要な食料生産の役目が他にあり、食肉生産のみを目的として飼育されているのではないのに対し、豚はほぼ食肉生産用にのみ飼育されているためである。ただし牛の乳生産用品種や鳥の鶏卵生産用品種も食用はもちろん可能であり。 乳生産成績の悪い父牛や卵を産まなくなった灰鳥は食肉とされることが多い。中でも鳥は長らく卵生産が主な飼育目的であった。肉用種の本格的な育成は20世紀に入ってからで、それまではほぼ灰には鳥が食肉用とされていた。日本においても昭和30年代後半になるまでは肉専用種はほとんど生産されておらず、 鶏肉といえばハイトリの肉が使用されていた。2010年度の全世界の食肉生産量は2億9611万トンとなっている。各種類の生産量は豚肉が1億937万トン、鶏肉が8685万トン、牛肉が6428万トンの順となっている。この次に生産量の多い食肉種は羊で、5位は 七面鳥の539万トン。六位のヤギが522万トン。七位アヒルが419万トン。八位水牛が350万トン。九位がガチョウ及びホロホロ鳥で255万トン。十位はウサギで168万トンである。イカ、ウマ、ラクダ、ロバ、ラバの順となっている。またこの他に、飼育動物ではなく、狩猟によって得られた。 野生動物の肉が総計で194万トンあり、これを蒸気の順位に繰り入れると、主猟肉はウサギをしのぎ1位につけることになる。日本の国内生産においては、蒸気3種の占有率は、さらに高くなり、牛肉、豚肉、鶏肉の3種類の生産量合計は、全食肉生産の99.7%に上る。日本で最も生産量の多い食肉は鶏肉であり、 2010年には142万トンが生産された。次いで多いものは豚肉であり、同年の生産量は129万トンだった。3番目に生産量の多いものは牛肉で51万トンに上った。これ以外に日本で統計上優位な食肉生産量のあったものは多い順から馬、羊、ヤギ、 七面鳥の四種があったが、馬肉が六千トンの生産量があったほかはいずれも百五十トンから数十トンに過ぎず、非常に小規模の生産にとどまっている。またこのうち馬は九州地方の消費が飛び抜けて高く、ヤギは南西諸島に消費がほぼ限定されることも特徴となっている。主要食肉三種の生産量は2018年には、 豚肉が1億1994万トン、鶏肉が1億2030万トン、牛肉が7422万トンとなると予測されており、鶏が豚を抜いて最も多く生産される食肉になると予測されている。1970年から2010年にかけての40年間で牛肉生産は62.5%、豚肉生産は205%、そして 鶏肉生産は545%の増産を示した。どの種類も生産量はかなり増加傾向にあるが、中でも鶏の生産は飛び抜けて急増する傾向にある。これは牛や豚に比べ狭い場所で集中的に飼育できる上、この2種に比べて個体が小さいため価格が安く、頭数を増やしやすいこと、食用鶏であるブロイラーは、 豚や牛に比べ少ない飼料で大きくなるため効率が良いこと。さらに宗教的背景として、ヒンドゥー教において近忌とされる牛肉食やイスラム教において近忌とされる豚肉食とは違い、鶏肉を近忌とする宗教がほとんど存在しないため、世界中のどの場所にも需要が存在して、地域的な偏りが少ないことなどが挙げられる。食肉生産は先進国においては、 需要の伸び悩みから生産量も横ばいあるいは減少傾向にあるが発展途上国においては経済の成長とそれに伴う生活水準の向上によって食肉の消費が急拡大している。そのため食肉生産も急増を続けており、上記の食肉生産の世界的な拡大は発展途上国における生産量の増大をその主因としている。 一人当たり食肉消費の多い国には北アメリカ、西ヨーロッパ並びにオセアニアの先進国が名を連ねている。これは所得水準が高く肉をふんだんに食べることができる経済的条件と肉食を好む食文化の二つの要因がある。こうした国々においては食肉消費量は多いものの一人当たりの消費量はほぼ上限に達しているため消費量は頭打ちとなっている。 一方、新興国においては一人当たり食肉消費量は、先進国に比べて少ないが、経済的な成長に合わせ食肉消費量も急増する傾向にある。日本の食肉消費は2013年には一人当たり 30kg であり、他の先進国から比較して4分の1から3分の1程度の消費量しかなく、群を抜いて低いものとなっている。また、この食肉消費の内訳は、 日本人一人当たりで、鶏肉 12kg、豚肉 12kg、牛肉 6kg となっている。食肉とは食用にする動物の肉のことを指すが、世界各地において、それぞれの地域で育まれてきた文化的伝統がある。ある地域で珍重される食肉が、他の地域においては全く食べられず、食品としてすら扱われないといったことは珍しいことではない。 世界で最も一般的な食肉である牛肉、豚肉、鶏肉ですら、そういった地域差が存在する。こういった際の中で最も顕著なものは、宗教的タブーによる制限である。例えば牛肉は、世界のかなりの地域において最も好まれる肉であるが、インドにおいては、ヒンドゥー教が牛を、 生け物としているため全く食べない人が多いばかりで、なく、牛肉の生産、流通を法的規制や、暴力的手段で阻止しようとする動きすらある。同様のことは豚肉にも言え、イスラム教にとっては不条の食べ物として意味嫌われる存在であるため、食肉として扱うことがない地域が多い。ハラールも、参照こうした戒律とは別のところで、単に文化的な伝統によって、 特定の種類を食べる習慣がなく、その地域においては、食肉とはみなされない場合も存在する。また、逆にある地域について、非常に特定の種類の食肉が好まれる場合も存在する。七面鳥は、世界5位の生産量のある食肉であるが、生産及び消費は、原産地でもある北、アメリカ、特にアメリカが衆国に偏っており。 2010年度の総生産量の48%がアメリカ一国で生産された。洋肉はどの地域でもそれほど消費量が多い肉ではないが、例外的にオセアニア、特にニュージーランドにおいては突出して消費量が多く、牛トントリの産種とそれほど遜色ない消費量となっている。オーストラリアにおいてもニュージーランドほどではないものの、やはり羊肉消費は 他国と比べて多い傾向にある。鳥獣の実を使わず、豆類などから食肉や肉加工品に似せた味わいを持たせた植物肉が開発、販売されている。将来予測される食肉不足、健康志向や菜食主義から鳥獣肉を避ける消費者向けの需要を見込んでいる。こうした現代の技術で開発された加工食品だけでなく、 植物性食材から肉に似せた料理を作る技術は日本の精進料理や中華圏の素食に伝承されている。動物を殺傷せず食肉となる部位の細胞を組織培養することで工業的に生産する培養肉の研究が行われている。技術的には実現しているが味が悪くコストが高いため普及はしていない。フザリウム族の心筋の代謝により アンモニアと空気とビデオミネラルから作られたタンパク質。ありがとうございます。